吉海リリー派、日本の歌手、福岡県北九州市小倉出身。身長158センチメートル、体重48、キログラム血液型 A 型。所属レコード会社はブックリッチレコーズ。父の影響で幼い頃から1950年代から1960年代の洋楽に触れ、キャロル・キングに憧れを抱くようになる。章。 中学校と北九州市少年少女合唱団に在籍しメゾソプラノを担当。クラシカルな声楽を学ぶ。海外での演奏旅行やウィーンの森少年合唱団との共演などを経験。兄の影響で洋楽を聴くようになり、高校時代にはロックバンドに参加、キーボードを担当していたが、ボーカリストへ転校。高校卒業後、21歳で、 博多のケントすぎてシンガーとしてのキャリアをスタートさせる。27歳で上京。拠点を、六本木、新宿、銀座のケントスに移す。以後、15年間、専属シンガーとして、オールディーズやロックンロールを中心にした曲を歌う。当時、メジャーレコード会社よりデビューの打診を数度受けるが、頓挫する。35歳で鬱病を発症する。十七歳でケントスを辞め。 ソロシンガーとして、都内のライブハウスを中心に活動を行う。40歳の頃、うつ病を克服する2010年、再度デビューの話があり、それを機に、自分だけが表現できる音楽を、プロデューサーの橋本正さと追求し、デビューを目標に制作活動に専念する。2012年8月8日、47歳で、ブックリッジレコーズより、メジャーデビュー。 2012年10月14日、STB139 スイートベージルにて、吉海リリーメジャーファーストライブ、人生七色、七変化、非連説、シャウトさせていただきます。を開催した。2016年11月12日、福岡県立小倉商業高等学校の創立100周年記念式典にも出席し、自身の話や曲を披露した。 2018年10月21日、北九州市観光大使に就任。シングルアルバム、ありがとうございます。